さあそれでは、はい、まあそれではって、まあ、今急に言ってるんですけど、はい、まあまあなんか僕が まあ一人僕だけがちょっとなんか足組んでる感じではいはい、まだご首相ななんか僕が全部こう受け止める感じ、あの喋ってね、はい、こういうこうネタ振って、はいはい、みんなにこうちゃんと、はい、あの切り口もやってやるように見えるけど、はい、僕全くしませんお願いしますよ。さあ料理してみたいなことですか。さあさあさあ、まあ基本的にはだから同行メンバーですよ、うん、まあこう太平洋大西洋そうですね、まあ、あれして、はい、まあ僕もたまに時々は同行同行っていうより、まあ、正直言うてなんか邪魔なそれ言いますかこの講習の面前でまあだからそういう意味ではこう全てこの記憶を全部つなぎ合わせると、うん、まあアスマラソン全部になるわけですよ。うんそういう意味ではでまあこういうメンバーが喋ることもあんまりないし、うん、まあひょっとしたらこれで終わってもう会うこともないかもしれないんで、うんうん、でも、まあ、だから今だから喋る、うんうん、まあそうですよね、アースマラソン、はい、今だから話そう、まあ、僕はね、こうアースマラソンをやって、はい、でまあ大変いろんな大変なこともあったんですけど、はいはい、いっぱいいろんなネタくれたから、はいはい、もういろんなとこで使わせてもらってますけどまあほんまにまあでも圧倒的に今のところあれですか、まあ、見てるとヨットのネタが多い、やっぱ一番多いですよ、だからあんだけ怒られて怒鳴られてみっそがすに言われてたら、それはネタにもなるっていうね、今日はだからまあそのテレビで言ってない言ってないやつを基本的にはほとんどこっちでしょ、まあ、だから ここは今日割と少ないかもしれないです、はい、こっちで、うん、まあ例えば言ってないこと、あ言ってない、はい、まあじゃあ逆にこっちからカンペさんあれは実は僕はちょっとどうかと思うとかそういうのがあるかもしれないですよ、うん、まあとは言いながらもね辻もなんか、まあ、しゃべるのもあれだと思うんで、カンペさんからすると辻へのなんかこうこいつはちょっとここの時はどうかと思ったみたいな、こいつはどうのこうのじゃなしに、すごい時間に起きへんっていう、はい、もうとりあえず朝7時とか6時とやっとっても絶対僕がほとんど起こしましたからね、はいそうだね、そうなの？あじゃあ VTR にこうノックして部屋に行ってるのはあれ起こされた後みたいなこと？いやじゃあねあれはまあほんまにこう俺もああいう回もあったけどほとんどはまあまあ、うん、なんか撮影の時だけちょっと早めに起きて来たりしたんやけど、ほとんど起こしてた。僕20回以上起こしてますよ。こういうのってほらブログでもお前な今の DVD でもないじゃないですか。ないですよ、そんなん僕いちいち言えへん。辻、はいはい、お前な、うん、お前引きやったらどつかれてるんだよマジでほんまに俺もうヨットの中でえらい喧嘩になったんやから、はい、言ってましたね。もう起きてこないもんな。俺が寝てたら急に寝てたら起きてください、ストレスなんですよ起きてくださいって何を怒っとんねんどうしたの、あまあ寝過ごしたんやな、はい、言うとくけど、はいはい、僕ね、エンジンのとこやものすごい音が聞こえてるんですよ。だから、はい、キッチンタイマーなんか聞こえないんですよもうだからもう寝過ごしたりするんですけど、ね、ピピピって鳴っても聞こえないんですよそんなもんは、まあ、もうそれなのに怒ったと。怒んねお前、はい、絶対突き落とされてなかったんですかほんまにそのぐらい起きてこなかった本当に。今20回以上僕起こしに起こしに行ったあとが腹立つんですよどんどんだけでしょ、パンと開けたのと、はい、何ですかまずこうやもう部屋に入ってこさせないようにしてるんですね。すいませんって言ったら、あすいませんすぐ用意しますから、すいませんすいません寝過ごしたらすいませんってバーンと閉めるもう閉めんでもええやんあすいませんもう寝過ごしてしまいました、はい、すいません、はい、じゃあすいませんすぐ用意します、はい、じゃないんではない、じゃあない、なんすかなんすかなんでお前こう出てくるの肩からこうそ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 うなってたなってたやばいやばいと思ってこうなるんですよ。ああほんで、あすいませんあすいませんすいませんすいませんで寝過ごしました、でバーン閉めるやん、はいはい、ほんで俺外ですよって待ってる状態、ああドアの外でそれがもう20回以上、ああこれはほんまやもんな。本当です、ね、これはなんか言い訳はない。